いざ進化。ああ、少々お待ちください。よし、さあということで今回もやってまいりましょう。どうもララでございます。ということで今回もスマホ版にゃんこ大戦争引き続き、ほんわかの方でやっていこうかなと思います。じゃあ早速ですね、本題に入ろうかなと思うんですけど、今回ですねやっていく内容に関してはですね、どれだはい、こちらでございます。今回はですね、ちょっと服部半蔵の方ですね、第3形態の方にさせていこうかなと思います。つい先日ですね、アップデートの方が来まして、ついにこのキャラクターもですね、第3形態実装されましたので、ちょっと今回は進化させていろんなステージの方で使っていこうかなと思いますので、それでは早速、参りましょう。さあ、ということで、じゃあ、早速進化させていきましょうか。で、このキャラの性能に関してはですね、超生命体特攻を持ち、浮きと黒い敵に超ダメージを与え、必ず動きを止めるっていうね、性能の方を持っているわけなんですけれども、あ、浮きもあんのか。てっきり黒い敵だけかと思った。なるほどね。はい。で、こっからね、第3形態になりますと、絶縁の忍び神かな、服部半蔵ということで。第3形態の進化で体力と攻撃力が上昇、さらに動きを止める時間が長くなるっていうことで、素材も結構優しいんですよね。緑の股旅が6つに、虹股が4つっていうことでね、このままもう進化できますので、じゃあもう早速ですね、進化させていきましょうか。できまーす。はい。あ、落ちてなかった。いきます。はい。ちょっと待って。あれ？ちょっと待って。大丈夫？ちょっと、もう一回押し、ちょっと待って。反応しない？はい。あ、いけたよ。なんだよ。たまに反応しないときあるんだよな。本当に端末の限界なのかな。はい。ということで、でもかっこいいね。このまとってるね。この炎みたいなやつね、めちゃくちゃかっこいいね。あれ、服部半蔵ってこんな尻尾ついてたっけ？なんかすごい痛そうな尻尾しておりますけれども。いや、ということで進化達成でございます。いや、めちゃくちゃかっこいいね。じゃあ、進化させましたので、毎度これ、下のテキストの方ですね。第3形態だけでいいかな。ちょっと読んでいこうかなと思います。妖刀から放たれる呪われし炎をまとった、豪傑の忍び。一刀のもとによろずの軍勢を灰と化す。超生命体特攻を持ち、浮きと黒い敵に超ダメージを与え、必ず動きを止めるっていう感じでございます。いや、いいね。じゃあ早速もう使っていきましょうか。じゃあまずはチャレンジステージの方でですね、軽くウォーミングアップしてから、せっかくなんでね、何かしらのステージ、黒い敵が出てくるステージの方でちょっとやっていこうかなとは思いますけれどもね、どうしようかな。どこに突っ込もうかな。よし、じゃあここに突っ込んでやっていきましょう。さあということで、じゃあ早速参りましょう。さあということで早速ですね、第3形態にさせました服部半蔵の方を使っていこうかなと思いますよ。いや、このキャラも使うのだいぶご無沙汰なんでね、ちょっと今回はね、もうちょっと存分に使っていこうかなと思いますけれども、じゃあコストって5325円でちょっと高めなんですね。なんか久々すぎてもうコストももう覚えてないっていうね。いいや、じゃあちょっと出せるまで待ちましょう。よし、そろそろ出せますね。よし、じゃあ早速出していきますよ。じゃあいきまーす。はい。さあ、かっこいいな、やっぱり。あれ、第2形態の攻撃モーションってどんな感じだったっけ？でも多分切りつけるモーションだったよね。でも第3形態になって、炎がまとってるというか、エフェクトの方もですね、多分追加されてるんじゃないのかなと思うんだけど、いや、めちゃくちゃかっこいいな、これ。でも相変わらずちょっと歩き方が、ちょっとあれだよね。ちょっと足を引きずってるみたいな、マラソン大会の檻みたいな動きしておりますけれどもね。そんな感じでございます。はい。じゃあ、とりあえずこっからですね、なんか実践していきましょうか。何がいいかな。ステージ何も考えてないんですけれども、黒い敵が出てくるステージの方で使っていこうかなと思いますけれども、なんかちょうどいいステージの方が今来てるかな。どうだろうな。何度も言えないな。ちょっとふーにゃんことを見ていきましょうか。確か黒い敵が出てくるステージまだやってなかった気がするんだよな。報酬未取得なんで、じゃあいいや、このステージとりあえず使っていきましょう。せっかくなんでね。なるほど。前回クリア時をとりあえずいっか。その編成をベースにして、じゃあガスマスクだな。こことりあえず入れ替えて、なぜかこの辺が第2形態になってるんで、第3形態にして。よし、これならさすがに負けないでしょ。いや、じゃあとりあえず行きましょう。さあお次はふんにゃんこ堂でございます。あとそうだ、ちょっとゲリラ経験値の方でも使いたいんだよな。経験値がねちょっと足りないんで、そう回収したいんでね、まあ次ちょっとやっていきましょうか。まずはとりあえずちょっと早めに出したいんで、一旦ちょっといいやチビがおいいよいいよいいよ、じゃあもう出しちゃいましょうか。はい、さあこっからとりあえずもう適当にキャラ出してね眺めていこうかなと思いますけどもね。いいなぁ、なかなか使わないけどやっぱこうやってね久々に使うと、いやでもいいですね。まあ、できれば今後ね使う頻度も増やしていきたいところではありますけれどもね、なかなか武神系ってねなんだろうな、まあ動画でやるってなれば使うんですけどもね、普段プライベートというか普通に普段使い的にはあんましないキャラクターなんでね、またちょっとね頻度増やしていければなと思います。まあ、せっかくなんでねちょっとビビーラッシュで大量に出すのもありかななんて思うんで、まあ、機会があればでも終わったんだけど早っとまあいやまあまあ、機会があればやろうと思います。はい、ちょ待って、あっという間だったんだけど、じゃあとりあえず次に関しては一回ゲリラ経験値で使っていきましょう。よし、じゃあゲリラやっていきましょう。なぜかクリアしてないんでね。じゃあこのステージやっていきましょう。前回クリアじゃないもんな。まあいいんじゃないこのままで。ちょっとボンバーいないからちょっと不安ではありますけれども、まあとりあえずやっていきましょう。せっかくなんでね、おかみ使いましょう。いきましょう。さあということで早速やっていきましょうか。もう最近このステージもね来てもなもうニャンピレスキップしちゃうからね、なんか改めてやるのだいぶご無沙汰な気もしますけれども、これに関してはどうしようかな。お財布な道をしておきたい感はあるんだよな。どうしようかな。あともう2レベル上げときてやいな。最大になって、よし、オッケー。じゃあ、この辺でとりあえず、もう、服部も出して、よし、あと画面も出しておきたいな。よし、オッケー。これで完璧かな。あとはもう適当にやっていこうかなと思います。これは確か、イノワールがめんどくさいんだよね。あいつがね、とりあえず、これだけじゃないんだよね。まだまだいっぱい出てくるんでね。おい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 よ。早速ですね。おいいですね。服部もちょっとレベル50にさせとけばよかったな。ちょっとレベル30、まあでもそれでもね割と、活躍してくれてるんで全然いいんですけども、あ早速来ましたね2周目でも。もう1体来るからね、こいつに関してはね。あれ大丈夫、服部さんまだいるよね。ああれいない、あ いないわ、知らない間にあれ大丈夫してたわ。まあでもしょうがないなあ。ちょ黒沢の攻撃はちょっと耐えられないよね。これはしょうがない、こればっかりは。ちょしれっとちょっと待って、たっちゃんがちょっと邪魔なんだが、あーよし、これで大丈夫かな。ちょっともう一周な出しておきたいんだけど、ちょっと生産スピード的にちょっときついかな。なんかもう終わっちゃいそうだねステージ。まあいや、またとりあえず近いうちですね、使っていければなと思いますけどもね、まあショートなりでなんかやっていければなと思います。よし、じゃあここからもうとりあえずあとはもう真田で、あオッケー、2周目出せたね。あよかったよかったけれども、もう活躍の場がなさそうだな。もう後ろ攻撃するしかないね。いや、ということで、あ、よかった。勝てましたね。よし、ということで、そんな感じでございます。猫缶ゲット。はい、ということで、今回はですね、こちら、服部半蔵ということで、第3形態の方にさせまして、軽くステージの方で使っていきました。いや、なかなかかっこよかったね。ちょっとまた久々にね、ちょっと武神系ですね、ちょっと集めて遊んでいきたいところなんで、ちょっとまたね、動画の方でやっていければなと思います。ということで今回はこれくらいにしたいと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回動画でお会いしましょう。さよなら。せっかくなんで、もう1ステージ使っていこうかなと思います。ちょうどね、発掘の方に、黒木本能来てるんで、じゃあちょっとこちらのステージの方で、服部半蔵の方を使っていこうかなと思いますので、じゃあ参りましょう。編成に関しては、いっか、変わらずこの編成の方でやっていこうかなと思います。ひょーさあということで、じゃあ早速使っていきましょうか。せっかくだからねちょっと最後まで生き抜いてほしいんですけれども、レベル上げとけばよかったね。30レベルのままなんでまあいっか、まあ倒れたら倒れたでしょうがないね。まあそんな感じでやっていきましょうか。じゃあもう早めに出しておきたいから、とりあえずこの殺意のワンコを倒したらとりあえず出していきましょうか。よし、なんつったのさっき、まあいいや。よし、オッケー、もういいや、もうこれでもう適当にボス戦に入ろうかなと思います。まあそんな難しくなかったよねこのステージに関しては。これ何出てくるんだっけ。ちょっと待ってよ、もう忘れたんだけど。でも経験値のやつと同じじゃないのこれ。まあ大丈夫だね。うん、まあ困ったらとりあえず真田ぶち込めばなんとか大丈夫かなとは思うんですけども。そっか、そうだった。ちょっと待って、ちょっと波動を放つ厄介なやつがいるんだよな。ちょっとこいつだけ早めに、あれってか待って、もういなくなったっていうね。早くも脱落でございますね。ちょっとしょうがないな。はい、ということで、結局またあれだね、ちょっと早めに脱落しちゃったね。いや、ちょっと待って、波動も落ちるとは聞いてないよ。あ、何、もう一体来たよ。ちょっと、おかわりはいいよ。ということで、まあそんな感じでございました。なんかこのステージもあんまりちょっと活躍させられなかったね。なんかいつもこんな感じな気もしますけど、あ、ちょ、イノワールさんがちょっと強いよ。とりあえずちょっともうご了承して終わりにしましょうか。あ、でもなんか、あ、でもまたなんかあれだな、タイミング的に絶妙な形で2周目、これ大ストな感じだね、これ。ほら、もうほとんどもうだってもう、なんこれ、もう残飯処理みたいになってるよ、これ。まあいいや。よし。じゃあとりあえずもう畳みかけていきましょう。はい、ということで終わりました。なんかなんとも言えないな。ということで、終わり。